こんにちは、ズイフさんです。今日はね、ナナミティナさんが、ソロデビューするとこうニュースが入りましたのでね、早速占ってみたいと思います。もう出した瞬間ね、もうそれくださいとね、その持ってる運勢ちょうだいね、そう言いたいとね、思いました。まるでね、アラジンの魔法のランプを持っているね、そういう状態です、ね、ですのでね、まあ誰しもそれを持ってるわけではなくてね、特別なものってやっぱりいいよねってね、松田聖子にしかりね、大島優子にしかりね、まああれですよね、前田敦子ね、それらの 人々はやっぱりね、薬師丸ひろ子ね、それはそれぞれのね、もうそれいいなみたいなね、あのものでもう出るべくして出てきたと、ね、いうことでね、非常に羨ましいと、どんなね、過酷な状況でもそれさえ持ってればね、もういけるとね、天地夢とかね、あれくださいって感じでね、よくぞ気づきましたねっていうね、ところなんですね。ななみさんの場合もね、そういったものを持っておりますね。で、まあものすごい爆発的な広がりを見せるっていうことなんですよね。ですからね、失意からの決意ね、というね、覚悟のもとね、やってきておりますけどもね、まさに、その言葉通りね、スターダムにね、のし上がること間違いないと思います。ただね、やっぱりそれを生かす人と生かさない人、もちろん何もやんなければね、それをもう生かせないんですけども、もしそれをね、あの自分でこう生かそうということであればね、もう天はね、もう十分味方してくれるということなんですね。ですからね、よくね、あの銀座なんかのね、人の話を聞きましたけどもね、ソープに沈んだとね、ある事情で、ね、ソープに沈んだ子がいてね、その子がね、ソープランドから生還したとねいうことでね、そうしたらね、その子はね、もう怖いものなしだとね、いうことでね、名物ママになってるそうですね。銀座で成功しているということですよね。ですからね、もうちょっとやそっとのねことではね、もう自分はびっくりしないぞとね、いうことでね、怖いものなしになってきたとね、いうことで頼もしくなってきたっていうね、言い方してましたけどね、そういうね名物ママがいるそうですね。そうなんですかっていうね、あの話をね、聞いてましたけども、その話をね、思い出しました。ですから、ティーナさんの場合もね、修学旅行でね、ディズニーランド行ったけども、一人だけ行かずにね、バスの中に残ってたとね、よっぽどだねみたいなね、ところからね、まあいろいろあったんでしょうからね、そういうところからまあどっからでも行けるんですっていうね、ことなんですよね。ですからまあこういうね、自分の良さを徹底的にね、もう生かすことによってね、まあ成功できるということだと思います。そしてね、まあ仕事の内容ですけどもね、もうなんというか、もう迫力があるとしか言いようがないんですよね。で、そんな迫力ある人なのかなとパッと見たらね、もうなんかね、体鍛えるのが好きらしいんですよね。体鍛えてね、AV にも出てるんですけどね、腹筋釣りっていうね、ってそれ違うんじゃないのみたいな、あ、そうなんですよ、腹筋でそのやるもんなんですかみたいな、ね、あのそんなお話が出てたんでね、やっぱこういう運勢を持ってるんだってね、感心をしましたけどね。
ですんでね、まあ積極果敢にね、もともとねその積極果敢に攻撃するね、まあ武士みたいなもんですよね、もう戦国武将みたいなね、まあ塚原卜前みたいな、塚原卜前ですかみたいなね、あのそんなようなね、感じなんでね、とてもねこれは楽しみだと思いますし、その彼氏もね積極果敢なね元気のいい人、ね、選ぶと思います、ね、だからやっぱ同じようにスポーツマンと結婚する人多いんでね、スポーツマンと結婚するとか、あるいはそのなんだろうな、同じようにアクションスターと結婚するとかね、うん、高橋克典と結婚みたいなね、そんなような感じですよね。ですのでね、それがまあ自分がやってることと自分がそれを演じるのか、ね、旦那さんに投影するのか、まあどっちかね、女性の場合になってきますけどね、そういう話です。でね、まあもともとその生活そのもの、家庭生活そのものはね、家に帰ればね、もう外でねボロボロになってこようがね、ゆっくりとねシャワーに入ってねゆったりできるのもね、資質を持っておりますのでね、家でゆっくりできてね、まあ切り替えて仕事に出かけるということだと思いますね。でね、極端に走る感じです。なんでかっていうと、その何が極端かっていうと、天体が固まってるんですよね。12時で出すとね、上に天体全部固まってます。これが下に固まるのか、東側に固まるのか、西側に固まるのかによってね、出方が違うんです。これを知りたいですね。ですから、東側に偏ると、もう自分が自分になってなってきますんでね、かなり個の力が強いです。まあ、小泉純一郎さんがね、全部東側でしたけどね。逆にこう全部西側に偏ってると、福田さんね、福田さんってさ、あの自分からはその自分が総理になるとかね、あの言わないんだけども、人からねもうお願いだから、もうここであなたしかいないんです、総理になってくださいって言って総理になってますよね。ですのでね、そういう風になるか、人から押し上げられるね、あるいはその天体全部下だと、まあ藤木強さんみたいなね、アットホームなね雰囲気を売りにする、あるいはその天体全部上だとね、もうやっぱり社会的にねもう外でも活躍したいっていう意識が強いんでね、間違いなくね、出世するとか社会でね成功する、まあ仕事命になってきます、有名になりますね。ですからね、そんなようなことでね、どう固まどこに固まってるのかっていうのがね、興味あるところです。でまたね何かありましたらね、この人ちょっと占ってみたいと思います。もちろん生年月日や出生時間ね分かれば、嬉しいです。ということでまた占ってみたいと思います。それではさようなら。